大阪城のおすすめスポット4選。一つ目は大阪城の南に位置する南外堀です。南外堀は名前の通り大阪城の南に位置するんですが、大阪城の弱点は南側って言われていて、それを補う形で作られました。実際弱点に気づいた家康は南から攻めています。天気のいい日に行ったら景色もめちゃめちゃ綺麗です。写真スポットの一つだと思います。 二つ目は大阪城の西側に位置する桜門です。桜門付近の桜並木にちなんで桜門の名前が付けられました。国の重要文化財にも指定されています。桜門に行くまでの道にも写真スポットがあります。この場所は人が写りにくいので、大阪城とツーショットが撮りやすいのでおすすめです。三つ目は大阪城の東側に位置する多門屋倉です。 高さは14.7メートルもあります。この門をくぐろうとした敵を真上から攻撃できるやぐら落としっていう装置もあります。動画で見てもわかる通りめちゃめちゃ大きいです。迫力満点なので行ってみてください。4つ目は名前はないんですけど、実際に石崎の近くに行ってみてほしいなと思います。私の身長と比べてみてもめちゃめちゃ大きいのがわかります。